春日野の,の春は、加納智子のミステリーファンタジー小説。サ,サラシリーズ第3弾及び最終作。2013年に、厳冬者より、出版、2016年に文庫化された。保育園児で幽霊が見えるユ介スケは、ある春の日、母親に連れられて土手に行く。野草を積む母から離れたユ介スケは、川岸で赤い服を着た女の子の死体を見つける。 その時、後ろからユ介スケの手首を掴んで、見ちゃダメ。と言って引っ張っていく髪の長い少女は、春日のという、この原っぱと同じ名前の、春日と名乗る。春日は止まっている懐中時計を取り出して、巻き戻しと唱え、さっきの女の子を助けるから手伝ってほしいという。炎山幸雄は、未来人風太という作品がヒットしてそこそこ売れっ子の漫画家だったが、仕事量に押しつぶされて、 原稿を落としてしまい、二度目は許されないというギリギリの状況の中で何かが起き、それが何だったか思い出せないが、ともかく何もかも放り出して泣き祖父母の家がある、サザリョに逃げてきた。それでもその後も生き続けることができたのは、元アシスタントで天使のように、可愛い妻、リカ子の支えのおかげであった。ある夏の夜、雪尾はリカ子に頼まれて、 近所の子供たちの肝試しをすることになる。母方の10枚の子で、小学3年の翼を手伝いに連れて行くと、参加者は男の子と女の子の二人だけだったが、ゆうすけという男の子がもう一人飛び入りで、参加させてほしいという。そして、サザリオ病院の入院患者で病院を抜け出してきた、その男の子、三崎風太に、雪男は未来人風太の続きを描いてほしいと頼まれる。 理カ子からもそれが自分のためだと涙ながらに訴えられたユキオは奮起して未来人風太の続きを描き上げ、カエデフト氏に製本した本を届けに行くが、カエデフト氏は3年前に死んでいると知らされる。大きなショックと悲しみを抱えて帰宅したユキオは、さらに辛い真実を知ることになる。ユースケは10月の半ば、春日のデミヤという若い女の幽霊に声をかけられる。 ミヤは、ユウスケが他の幽霊の頼み事を聞いているのを見て、自分の頼み事も聞いてほしいという。そしてその頼み事というのは、他に好きな女ができて邪魔になった自分を殺した男を取り殺したいから、手伝ってほしいというものだった。一方ユウスケは、この前の夏頃に春日から、秋になったら、ここで幽霊から頼み事をされるから、 どんなに突飛なことでも聞くだけ聞いてあげてほしいと頼まれていたのだった。宮に男がいるところに連れられて行った先は男の妻が経営している美容院で窓から店内を覗くと猫を抱いた宮の写真が飾られていた。宮にせっつかれて店に入ったゆうすけは男の妻に真っ正直に写真の女の人どうして死んじゃったんですかと尋ねる。 すると彼女は写真の女性は主人の妹で元気に生きていると答える。高の夜を飼っている13歳の緑は学校でいじめられて孤立していて、普段は河原で夜を飛ばしている時に新聞配達の少年が話しかけてくるだけで、幼馴染みの翼もなんだかよそよそしい。冬休み、初日、緑は河原のある場所で、 外国人のように髪が赤く綺麗な女性が立っているのを見かけて胸がざわめく。その場所は緑が川後にうつ伏せに半ば沈み込んで倒れている夢を見て不吉に感じている場所だった。その女性は緑に自分は未来から来た未来人で緑の遠い子孫で娘の命を助けるために旅をしているという。さらにこの川辺で緑は小学校に入る前に 殺されているが、自分はそれをなかったことにした。ここは改変された後の世界であると告げる。そして、夜が人を傷つけないうちに野に返すようにという。高校生になったユ介スケは、サザリョウの住民というだけで、クラスメートに声をかけられた。サザリョウはユ介スケが、保育園児だった時に、割合名の知れた漫画家による、幼女殺害事件が起きたことで知られていた。そして、同じクラスには、 圧倒的に目を引く赤い髪の美少女、浅見花がいた。主席合格して入学式の新入生代表の挨拶をした彼女は地元の名家のお嬢様としても知られていた。しかし、雄介が気に留めたのは彼女にまとわりつく男子生徒の幽霊であった。その幽霊男子は女の子の着替えが覗き放題じゃん。みたいなやましいことを考えている、そう思った祐介は、 その名字が小林という幽霊、自称、一茶に覗きをやめさせる代わりに、自分の頼みを聞くことを交換条件に出される。その頼みとは、廃部状態にある科学部に入ってほしいということだった。高校生になった雄介は、クラスメイトになった春日に、瓜り二つの赤い髪の美少女、浅見花、それに自分が新聞配達していた時に河原で話しかけていた高尾。 飛ばしていた少女、緑、彼女と同じ中学で幼馴染みの翼と知り合う。緑は春日に頼まれて気にかけていた少女だった。ゆうすけは入学式で新入生代表としてメガネをかけた男子生徒が登壇した時に妙な違和感を抱く。また、緑も鼻によく似た自分の親ぐらいの年の未来人を自称する女性に会ったことがあるという。なんとなく。 春日野という場所を知っているかと聞くユースケに皆がそれぞれ反応する。花は小さい女の子が殺された怖い場所だと言い、ユースケはそんな事件はなかったと否定しつつ引っかかるものを感じる。翼は川べりの土手で緑が誰かに絡まれているところを助けようとしていきなり高に襲われて目をつぶされる夢を見たという。さらに自分には人殺しの血が流れている。 親戚のおじさんが春日の出小さい女の子を殺したのだと友達から言われる夢を見るという。そして緑がその殺された女の子は自分で10年前あの河原で知らないおじさんに顔を水につけられて殺されたのだという。ありがとうございます。